こんにちは、ともやです。今日は英語スピーキング、独り言が最強の英語勉強法、外国人と話すだけは NG っていうテーマでお送りしていきます。独り言でスピーキング力がめちゃくちゃ上達するっていうのはよくある話だと思うんですね。でも独り言の本当の効果だったり、具体的な正しいやり方っていうのを理解していない人が多いというような、印象を受けたので、ここではそれを解説していきます。それでまず独り言の効果なんですけれども、よく言われるのがアウトプットするためってことはよく言われます。要はそれどういうことかっていうと、要は国内にはなかなか英語を話す環境がないから、独り言をすれば英語を話すことができるよね、英語を話す環境があるから独り言をやった方がいいよね、みたいな意見がよくあります。それでこの理論でいくのであれば、外国人と会話できるのであれば独り言は不要ってことになりますよね。例えば留学に行かれてる方だとか、あとは今はですね、英会話カフェとかオンライン英会話とか、もう気軽にですね、英語を話せる機会があるので、そういった英語を話す機会があるのであれば独り言は不要っていう理論になってきます。この理論っていうのはちょっと的外れなんですね。なぜかというと、独り言と単純に外国人と会話するっていうのは学習効果が違う部分も多いんですよ。なので正直ですね、この独り言をするっていうのと外国人と会話するっていうのを一緒にしないでほしいんですね。なぜ一緒にしないでほしいかっていうと、独り言を行うべき理由だったり、その効果っていうのを正確に理解しないと独り言のやり方を間違えちゃうからです。というのも、例えばじゃあ独り言はとにかく英語を話すことが重要なんだ、国内だとなかなか英語を話す機会がないからとりあえず独り言で話すことが重要なんだって思って、とりあえず何も考えずに自己紹介をしてみたりだとか、一人で、あと一人二役で会話してみたりだとか、あと一日に起きたことを説明してみたりだとか、とにかくそういったことを何も考えずにやったとしても、実は独り言の効果っていうのはかなり薄くなります。今言ったようなことも、しっかり独り言の効果を正確に理解してポイントを押さえてやれば効果は出てくるんですけれども、本当に何も考えず、ただそれをただ言ってるだけ、独り言として言ってるだけであれば、確実に効果っていうのは薄くなってきます。じゃあ独り言の主な効果は何なのかっていうと、単純に会話に慣れるっていうことよりも、苦手な表現だったり苦手な文構造、もしくは新しい表現だったり新しい文構造を使えるようにするためっていう、この側面がすごく大きいんですね。もちろん独り言になって会話に単純になれるっていう効果もなくはないですよ。例えば初心者さんの方でいきなりちょっと外国人と話すのが厳しいっていう場合は、独り言を通して要は英語を話すこと自体に、ちょっとずつ慣れていくみたいな効果もなくはないです。でもこの独り言学習をする一番大きなメリットっていうのは、やはり苦手な表現や構文、新しい表現や構文を使えるようにするためっていう、ここが一番大きいんですよ。単なる慣れっていうだけではなくてですね。っていうのも、外国人と会話するだけでは、もちろんそれやることが不可能なわけではないんですけど、今言った苦手な表現だったり構文、新しい表現や構文の獲得っていうのがすごくやりにくいんですね。なぜかっていうと、要は会話ってどんどん進んで流れていくじゃないですか。だから自分が苦手な表現や苦手な構文っていうのがすごく見直しにくかったり、あとは自分が知らない新しい表現だったり構文っていうのも見つけにくいんですよね、会話を通してでは。だから外国人と話すっていうのは、もちろんそういった知識の獲得っていうのが不可能なわけではないですけれども、かなりやりにくいですし、だからこそその外国人と話すっていうことを通して得られることっていうのは、英語を話すことになれるとか会話することになれるっていうのがすごくメインになってくるんですね。それで外国人と会話することが、会話することになれるっていうことが主な効果だとしたら、まずそもそも英語知識がほとんどない初心者さんっていうのは、なんていうんですかね、相手の言ってることも聞こえないし、こちらの言いたいことも全然言えないみたいな感じになっちゃうんで、まず外国人と話して会話になれるっていうことがそもそもできないし、あまりにも知識がなさすぎて、要は会話になれるか、なれるとかなれないとかの問題以前っていうことですよね。そして英語の知識がある程度もともとある人であっても、会話を通してしか会話なんか、ただ単純に外国人と会話することしかしていなかったとしたら、例えば単語だけだったら何か言いたいこと、単語の羅列だったら言いたいことが言えるけど、なかなかこう文にできないとか、あとは簡単なことだったら言えるけど、そう言いたいことが複雑になったり説明的になると途端に言えなくなるとか、みたいな問題っていうのが、これただ単純に会話してるだけだとなかなか解決されないんですよね。あとは外国人とただ単純に話してるだけだと、苦手なところっていうのが苦手なままになっちゃいます。例えばあなたが仮定法がいつも使えないなって思って、それをずっと放置していたなら、もういつも言えないままになっちゃいますよね。要は外国人と話しているだけでは、自分ができない箇所がいきなりある日突然こうできるようになるみたいなことって起きないわけですよ。今までいつもつまずいていた仮定法が、いきなりただ外国人と会話してるだけでいきなりある日突然出てくるようになるみたいなことは起きないんですね。
でもですね、逆に独り言であれば会話と違って自分が言えなかった表現や文構造を丁寧に振り返る時間があるし、新しい表現や文構造は何度も使って慣れさせることもできるんですね。例えば仮定法が苦手なら仮定法を独り言で集中的に言いまくるんですね。そしたら徐々に話せるようになってきますし、まあ、他にもですね、例えばあなたが英語学習をする過程で The bus that stops in front of the hotel goes to the park、まあ、こういった文に出会ったとしましょう、まあ、これはまあホテルの前に停まるあのバスは公園に行きますみたいな、そういった意味なんですけれども、それでこの文って主語のところに関係代名詞が入って主語が長くなってるじゃないですか。で今まあ関係代名詞とかよくわからないなとか思うのであれば別にまあ無視していただいて構わないです。なんとなくの例として聞いてください。でこのなんか主語がちょっと長くなる文が、例えばあなたがかっこいいなと思ったとするじゃないですか。でこれを使えるようになりたいなと自分でですね思ったとします。でもしあなたがそう思ったならこの、何て言うんですか、これと同じ文構造でもう一つ例えば文を作ってみたりするんですよね。例えば The gift that you gave me was so expensive とかですね、この文はあなたがくれた贈り物は高かったっていう意味です。でこれも主語に関係代名詞を入れることによってちょっと主語を長くしました。でこの文と先ほど言った文っていうのは、まあ、主語にですね、関係代名詞が入って長くなってるって意味では同じ文構造の文なんですね。でこういった感じで自分が使えるようになりたい文構造だったり新しい表現っていうのを独り言を通して積極的にですねたくさん作っていくんですね。でそうすることによってこうどんどんですね、自分の使いたい新しい文構造とか苦手な文構造、新しい表現だったり苦手な表現っていうのがどんどんあなたが使えるようになってきます。それで独り言の具体的なやり方ってめちゃくちゃたくさんあるんですね。で今日はちょっとビデオが長くなっちゃったので、次回の動画で詳しくですね独り言の、まあ、具体的なやり方っていうのを解説していきます。今日は主に独り言の効果をお伝えして、まあ、具体的なやり方に関しても本当にちょこっとだけお伝えしたみたいな感じです。それで今回の話が役に立ったと思ったら、グッドボタンを押していただいて、まあ、今後もですね独り言の具体的なやり方とか、まあ、いろいろな英語学習に役立つ情報を配信していくので見逃さないように、下からですねチャンネル登録もお願いします。本気で英語を聞けて話せるようになりたい人向けに僕の公式 LINE で、まあ、無料の本格的な英会話講義っていうのを配信しているので、あなたが本気で英語を聞けて話せるようになりたい場合は下からですね、下の概要欄から僕の公式 LINE に登録をしてください。ツイッターやインスタでもまた別の違った角度から英語学習に役立つ情報を配信しているので、あなたが英語上達に興味がある場合はそちらも確認してください。それでは今日は以上となりますので、ありがとうございました。